どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました、ひっそりと。今回はドラマの話をしたいと思います。僕らに愛をというドラマですね。はい。1995年の月9ですね。5月頃。3月?LR のノッキンオンエアドアが主題歌でした。江口洋介主役、鈴木杏樹、武田真治が出てますね。はい。で、まあ見てました。見てましたけど、ほぼ忘れてます。まあ、江口洋介節というか、一つ屋根の下が終わってからの江口洋介のあの感じが多分出てるドラマだったと思うんですよ。で、江口洋介がパン会社の函館支店の、職員だったんだけど、高所恐怖症なんですよね。で、飛行機に乗って、東京に行くのかな。なのに、パニックになった。その時のスチュワーデスが鈴木杏樹だった。で、結局、会社クビになる。なんかすごい展開ですけどね。で、自分の祖母の、が経営している富士見館という下宿先のその下宿屋みたいな感じで急遽なると。で、その隣にスチュワーデスの寮ができて、そこにまあ鈴木杏樹とかが、住むと。お隣さんになるみたいな。そんな感じのドラマで、まあ結局、まあそこで鈴木杏樹と恋仲になって、確か結婚するんですよ。最後。まあこの頃90年代特有のこう、ドタバタ劇というか、気持ちのすれ違いだったり、その辺を、ちょっと他の脇役とかも面白おかしく描いたりとかっていう感じのドラマで、内容はあんまり覚えてないけど楽しかったなっていうのはなんとなく覚えてます。はい。視聴率が結構良かったですね。調べたところね、平均視聴率 18.2% っていう、まあさすが月9という、まあこの頃ね、テレビは面白かったから、僕もテレビっ子でしたが、まあみんな見てた時代ですね。で、見たら思い出すんですけど、今日のことみがね、出てたんですよ。まだね、中学生役で出てて、あ、この頃から出てたんだ、みたいな。その後ね、多分白線流しとかで、ね、重要な役とかなってますけど、このドラマでも、なんか賞もらってたみたいですね。うん、新人賞か忘れましたけど。で、これは、ビデオはあるけど、DVD 化はされていないという感じですね。なんか、鈴木杏樹この頃、ま、すごく、引っ張りだこだったと思うんですけど、僕の中でエロさが全然なかったんで、好きになれなかったっていうか、うん。嫌いじゃないけど、あ、そういうシーンとか多分ないよね、みたいな。色気がなさすぎて、そこはちょっと残念だなって、子供心に思ってました。はい、以上です。僕らに愛を。気になる方は、なんかで見ましょうか。はい。LR のね、曲はすごい大好きな曲ですけど。虹色音声この辺で終わりたいと思います。またなんかドラマの話したいと思いますんで、よかったら聞いてください。さようなら。